こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画では、モンスターハンタートライGのマイナス2個体の判別法に関して説明していきます。まず、今回担ぐ武器は、コーヒー UFO 八重桜です。これにパワーバレルとリミッターをつけます。パワーバレルは攻撃力の調整でつけており、リミッターは解除するとしゃがみ撃ちができなくなるため注意しましょう。ちょっと待って、リミッター解除されてるマークが見えるんだけど。この画像では、誤ってリミッター解除したままとなっていますが、実際の動画ではリミッターはついています。なので気にしないでください。次にスキルの説明ですが、今回発動するのは、捕獲の見極め、罠師、属性攻撃強化の3種類です。捕獲の見極めは、モンスターの体力が捕獲可能状態まで減ったら、マーキングが点滅します。また、罠師は罠の設置速度が速くなり、属性攻撃強化はしゃがみ撃ちで使用する火炎弾の威力が上がります。自動マーキングも発動させた方が便利じゃないのか。もちろんあった方が便利だけど、ペイントボールで代用可能だから今回は外しています。余裕のある人は自動マーキングを発動させるのも良いでしょう。次に持参するアイテムですが、これも攻撃力調整のため、力の5分、力の爪を持っていきます。また、自動マーキングを発動していないので、ペイントボールとしびれ罠も持っていきます。それと、表示されていませんが、火炎弾も持っていきましょう。猫飯に関しては余計なスキルや攻撃力が加算されるので、食べないでください。ここまで準備したら次は受けるクエストですが、港の会、星1クエスト、食材探索、雪の地ウルクススを受けてください。このウルクススを使い、個体を判別します。次は実際の判別法に関しての動画です。これはマイナス2以外の個体ですが、このような手順で進めるということでご覧ください。ここでウルクススに出会ったら、まずはペイントボールでマーキングしてください。そしてその場でしびれ罠を設置しましょう。少し距離を取ったら八重桜を構え、しゃがみ撃ちの準備をします。火炎弾が自動装填されるため、頭を狙ってください。中発で耳が壊れたら頭が狙えています。16発当てた時点でマーキングが点滅したらマイナス2個体です。この動画では点滅していないため、マイナス2ではありません。そのため、捕獲、討伐、クエスト失敗いずれかでクエスト終了した上でセーブしましょう。ここまでが一連の流れとなり、これをマイナス2個体を引くまで繰り返します。何回くらいやれば引けるんだ。その人の運次第になりますが、私の場合はだいたい5から6回くらいでマイナス2を引けています。ただ、運が悪い人は試行回数多くなるかもです。ひえ。次に、マイナス2を引けた場合はこうなります。
こちらの場合、16発でマーキングが点滅していたため、マイナス2個体ということになります。17発当てていた気がするんだが、17発目は勢い余って発射しただけなので、気にしないでください。このクエスト後にセーブしないことで、通常より弱い個体と戦うことができます。通常のクエスト攻略ではここまでする必要はあまりありませんが、ジョジョブラキのような高難度のクエストでは有効な手段になると思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。